来た。お久しぶりでございます。はい、お元気でした？はじめです。いかにこんなにいっぱい持っていく人見たことがないですって。久しぶりとはいえこんないっぱいイカ釣り持っていく。いらないバッカン釣りじゃないんですよこれ。うっかりしました、もしかして。こんなぐらいいるよね。ああ、いや、いらないですね。僕のがあるんで大丈夫です。全部置いて。手洗ったり。いや、僕のがあるんで大丈夫です。はじめです。あ、いらないですね。いや、これも全部いらないです。これも竿1本だけ持ってきましたけど、竿1本とリールと飛ばすやつ。あ、これもいらないですよ、しまうの。これもこれもいらないです。これも、まあ、飯がいらないけど、こんなに長くないからですね。浮き捨てたか、浮きがあれば、あ、このままいきますね、サンゴ。電気浮き見やすいからですね、みたいな。ここに沸かしたら飲めると。飲めますよ。あ、水は…あ、水をね、パッと入れてくる。元気でした？死しようって言って、寂しいって寂しいって久しぶりにこの音楽が流れてますよ、多分きっとですね。寂しかったですか？寒かっただけじゃないですか？寂しいんじゃなくて。いや、プレゼント。あ、いきなりプレゼントが出てきた。ありがとうございます。これ何年前のですか？去年はこれ。うっかりしたでしょ、これ。うっかり入っとっただけでしょ、これ。はじめです。ポッキーもいらないですよ、もうこれ。もう直しておきたい。また半年寝る。ワインのようなポッキーなんですね。熟成ポッキー。来ましたね。なんかもうほんとスリッチ三平の世界みたいですね。それですね。はじめです。皆さんこんばんは。釣りすぎ四平です。さあ今日は久しぶりに来ますよ。来ますよ。来ますよ。今来たんですけどね。来たけどまたどっか行ってしまうんですよね。こうやってだいたい今まだ待って22分なんでちょっと早い方かなと思います。お、来た。あ、タコ君ついてきた。あ、やっぱりもう一回やり直し。8米タイムですけどかな。さあ次こそは来てくれますよ。もう一回行きます。ラストにしてほしいな。来た。はーい、四平です。今度こそ来ました。5回目でございます。5回目の登場あるかどうか。いざ。お久しぶりでございます。5回目ですよ。乗ったり出たり乗ったり帰ったりするのは。暑いですか？暑いですね。もう汗かきますよね。はい、です。でも今日軽装だからですね、ないですね、ない。よし、今日はもうない。よし、行きましょう。スタート。いやー久しぶりですね、はじめさん。もう動き出しましたよ。間違いなく大丈夫ですか？はい、敷地内ですけど、シートベルト。今度は本当にもう大丈夫ですか？全然大丈夫ですか？それでは行ってみましょう。ドーン。これ師匠の乗った後。そうですよ。椅子がえらい後ろやけど。大きいからですね、師匠はですね。大きいと。ドン。はい、お久しぶりです。あ、あ、四平です。足す四は八平です。ああ、ありがとうございます。さあ、今日行ってみましょう。何するましょうか？今日イカ。何倍ぐらい目標してますか？70杯。帰れんやん。目標80杯。最近何やってましたか？最近は潜ってましたね。潜ってましたね。スマブリですか？アワビとアワビがまたいやらしく聞こえる。はじめです。あ、はじめさん、なんかコンビニ寄ってきます？あー、来ました。とりあえず腹ごしらえしましょうかですね。よし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 。
来た来ましたよ、ライトも来ましたよ。八兵衛さんと初対面。初対面、おめでとうございます。かっこいいですよ思ったより背が高いんだって師匠でかいですよね、でかいというか高いですよね。175すいません、小さく見えるみたいな感じですね。今日ちょっと俺一杯だけ行かせてきたけど、これ ありがとうございます。でもあのプライベートで行かんでからちゃんと一緒に行ってくださいよ。所用があるもんやけどさ。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。八兵衛さんどうも、初対面でですね、僕は非常によろしくお願いします。嬉しいでございます。いやもう俺先帰るんだ。もう帰られるんですか、はい、あー寂しいな。差を出していきましょう。寂しいですね。とっても疲れた。疲れました、はい、もうプライベートでまた行きましょうね。あ、どうも。僕も頑張ってね。頑張ります。お疲れ様です。はじめです。来ました、この道。おお、人がいますね。人がいました。ええかと思った今日は俺はおらんですね。いつもの苦労のおじちゃんいないですね。あ、車止まってますね。じゃあ、行ってみましょう、行ってみましょう。さっきの場所ダメですね。どこかも、またちょっとですね、いつもの大橋ですよ。本当に来ましたよ、あれから3時間走っちゃいましたね。じゃあ場所を変えてトライしましょう。どんな感じですか、八兵衛さん。ここは見に来てくれたかも。入ってきようですね。人が今、あ、入ってってますね。あれ、入っていけるんですか。この辺から結構いいですね。ここ行かせもちょっとあるし、ちょっとやってみましょうかですね。あります、あります。よし、じゃあここで今日は八兵衛さん頑張りましょうか。頑張りましょう。八兵衛です。わー、八兵衛さん吸ってしますか。吸ってるでしょ。ああ、わー、どうしよっかな。とりあえず吸って、いつもの吸ってを投げてみましょうかね、ピンでですね。さあ、八兵衛ショー終わりましたか、セッティング。お、浮き止め、ブレーカー、電球機の3号ですね。浮き車何メートルぐらいしました？6メーター。ああ、そして2連吸ってですね、さっきほど買った2連吸って、こういうふうな感じですね。これを投げるだけですね。では4ペイはこれを1個だけチョイスしましょうかね。ここからスタートかな。スタートはここですね。こっちやね。これを1個外します。はい、外れました。これだけですね。あとこれを、はい、これで終了です。早っ。さあ、お、来ましたね。頑張りましょう。スタートです。引いてますね。引いておくと多分違いますよね。そんな1投目からなかなか来んでしょう。マジですか。お、すげえ。お、来たかな。重たいよって。それ吸ってが重たいだけでしょ。出た、出ました。吸ってが重たい、手が重たいって出ましたよ。はい、それではいつものですね、ささみをですね、巻いてみたいと思います。ポイントはですね、ちょっと最近こう大きな肉厚のささみしかないからですね、これをちょっと薄く切るのがコツですね。やっぱちょっと重量を軽くしてやるとエギがゆっくり沈むからですね、吸ってがゆっくり沈むので、2分の1ぐらいですねにすると結構食いがいいと思います。なるべくですね、ちょっと大きい方を頭にしてこれを巻いていきます。はい、一応こんな感じですね。こんな感じで巻いて、いつもの通りやってみたいと思います。それでは結構光を吸わして、光ここにあるんですけどね、吸わして蛍光ですね、蛍光色を強めまして、お、光っておりますね。こんぐらい光ればいいでしょうね。
しこれで投げてみたいと思います。糸付けを取って軽くシャッと手前の方行きましたよ。やっぱ当たりやったっけね。来た来ました。ほらおら綺麗なイカだ。来ましたよ。ササミで来ました。いつもの仕掛けで来ました。綺麗な仕掛けです。1投目で来ました。1投目ほら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 、地合いありますよ。地合いよし、来てさてさて、1匹目やりイカ、ササイカですね。うわ綺麗。これから水入れてイカします。ペさん、とりあえずちょっと1匹釣れたんですけど、地合いが来るまでちょっと僕研究中の団子使ってやってみていいですか。団子やろ、あるの白っぽい。あれをまたさらに研究してですね、ちょっと新しい団子のやつ。黒いの？ウサギのうんこみたいな。みんなうんこうんこ師匠も一緒に。ウサギのうんこちょうどあんない。ひどいな、みんなうんことか鼻くそとかもうひどい。それではウサギのうんこことなんか四平団子2号ではないんですけど、ちょっといろいろ研究を重ねてこちらでやってみたいと思います。これも餌持ちよくて食ってくれると思うんですけどね。ちょっと研究なんで、またちょっとだけかけるやり方で、こんな感じですね。これでちょっと投げてみたいと思います。それでは四平団子2号、ちょっと黒い剣ですね。夜はちょっと不利なのかなと思うんですけど、とりあえずちょっと初めての餌なんで置き竿にしときたいと思います。釣りました。釣りました。浮いてきた。おー、やっとで、あー、寒いちょっと夜明けになってきております。おはようございます。まだ釣れてないんですか。ずっと夜通し一匹も捨ててないですか。いいですね。あー、サマズメですね。寒いっすね。ずっとそんな感じだったんですか。立って元気ですね。ハシビエさんは元気やな。ずっとこう波平の橋から橋まで浮き吸ってを流しておりました。またどっか行ってしまったな。八兵衛さん飼いたいのに。あー、そこどこにいるかなと申しますと、こっからですね、ずっとここ分かりますか。どんどん近づいていってここにいます。本当に夜中もですね、たまに全然いなくはなってたんですけど、本当に元気な方でございます。